はい、トーマです。こんばんは。本日は新しく追加された新キャラの中学生3人に関してですね、能力見ていきたいと思います。まずは石崎くん、パラメータの出し方としましては、バフですね、中学生バフ 10% 乗ってる想定で、チムスキは 45%、まあ、中学生だと 51% とか組めてくると思うんですけど、まあ、とりあえず 45% といったような形にしています。まあ、今回の新キャラであれば中学生団結というところで 45% にさらに、まあ、その余剰3人というところにバフキャラであったりとか、そういったのを入れることができるようになってくるのかなといったような感じですね。はい、まずこの石崎くんですけども、まあ、非常に強力なバフキャラではあるんですが、まあ、中学生に対してというところが大きいですね。中学生の全パラ 1% と、中学生の翼 5%、 中学生の浦部 5% といったような感じでバフキャラになってます。まあ、あとは中学校リンクというところで、ちょっと何人っていう指定がないのでわかんないんですけど、11人いなきゃいけないのかもしれないですし、まあ、最大 20% といったような形になってます。まあ、そういうところで今回、このパラメータですね、特技込み、まあ、チームリンク全部乗ったという想定でチームスキ 45% バフ 10% と、はい、いう形でこんな感じです。まあ、唯一ブロック値が 21,809 といったようなところで、他はそんなでもないのかなと。まあ、一応今ブロックとパワーだけ煙突戦線といったような形にしてます。パス値が高いんですけれども、どういう振り方がいいですかね。まあ、とりあえずパスカット、残りはパスカットテクニックっていう形で振ってみましょうか。はい、まあ、そうするとパス値とパスカット値が、まあ、2万近い値といったような感じみたいです。で、これですね、技威力×パラといったところでブロックですね、新顔面ブロックに乗せ替えた、まあ、今回顔面ブロックしかついてませんので、新顔面ブロックの S に乗せ替えたと考えると455にこの2万1000という値で、まあ、約10万ぐらいのパラと、まあ、威力といったような感じですね。はい、まあ、シュート値が10万超えてくるのは結構ザラだと思うので、まあ、ちょっと、まあ、弱めなのかなといったようなとこです。まあ、チムスキを 51% にした場合は、10万超えてきますね。2万2000ぐらいのブロック値までいけるのかなと。で、今のところ本当ゴリゴリに中学生で固めてバフをつけるとですね、12% ぐらいバフ乗っけれますんで、まあ、そう考えると、まあ、もうちょっと上がるといったようなところです。まあ、今回の新キャラ総落ち自体は結構高いかなと思うんですけども、まあ、なかなか一個一個見ていくとそこまで尖ってる要素っていうのがないのかなといったような感じですね。はい、次松山くんです。まあ、この松山くん、まあ、ちょっとセクシーでかっこいい感じなんですけど、まあ、オフェンス値が2万2000という非常に高い値になってます。で、全力全開ですね、得意が。全力全開中に全パラ 20% と。で、先ほどと同じ条件、チムスキ45、バフ 10% という形でパラメータ出していきますと、まあ、今回煙突に関しては、シュート、パワー、あとはパス、テクニックといったような形で振ってみました。はい、こんな感じですね。シュート値が2万3000、ま、全力全開中ですね。特技込みで2万3000、パスが2万2000といったような形になります。松山くんといえばやはりタックルであったりとか、まあその守備的なところがポイントかなと思うんですけど、中学生に関してはそんなに守備が高くはないです。どちらかというと攻めですね。ドリブル値も高いので、あとは勝ち読みマスターがつきます。勝ち読みマスターのプラス 15% がつきますので、まあ、そちらを含めるともっと高い値になってきます。なので、よっぽどパス
とドリブル勝負といったようなところで、まあ、抜き負けないといったような形になるのかなと。でさらに、潜在覚醒の特技としてドリブル移動距離強化 2.5 倍っていうのとワンツー移動距離強化プラス 50% っていうのがあるので、まあワンツーであったりドリブルで運ぶっていう部分に関しては非常に優秀なのかなと。で運んでさらにシュートまで一応打てるといったような感じのパラになってます。まあ実質シュート値っていうのが、もともと持ってるイーグルショットですとこの 96,000 という値ですね。で、イーグルタイガーか渾身のイーグル、まあ、この2人どっちかから引っ張ってきてですね、乗せ替えたとしますと、105,460 ぐらいまではいきます。まあまあ今だとキーパーのキャッチ値またはパンチ値っていうのがまあ大体12万とか13万ぐらいで想定していただければいいかなと思うので、まあそういうのに比べるとちょっと入りづらいは入りづらいかなと思います。まあただ全然可能性的にはあるよと、それなりの高い値かなと思います。でパスの方ですね、雪崩攻撃が今回 S で搭載されてますので、雪崩攻撃っていうのが、まあ、420の威力で、これそんな高くはなくて、ゴルコンですねあと475までいくので、まあ、それとパス値が2万の翼で、ゴールデンコンビやったとした時は95,000、まあ、そういうのと比べるとパス値が上回ってたとしてもちょっと技の威力っていうところで下がっちゃいますよといったようなことがわかります。はい、まあ、ただ優秀っすね。であとはチム付きも、力 17% と力の日本 17% というところで、もう力ゴリゴリだったら結構いいのかなと思います。はい、あと最後浦部くんなんですけど、まあ、まず初めてこの早属性に対してパラメータダウン耐性というのがついてます。まず早属性に対して 3% の軽減、そして中学生に対して 2% の軽減といったような形になります。でさらに翼のデバフ、相手チームの翼のデバフ 3-3% といったような感じになりますので、まあそういったようなキャラクターですと。まあただですね、パラ的にはそんなに高くなくて、まあざっと出すとこんな感じですね。特技勝ち読みマスターのプラス 30% なんですけど、まあまず基本のステータスとしてはそれは乗ってこない、見えてこないと思うので、バフが 10%、チームスキが 45% っていった場合にはこんな感じになります。煙突自体は一応守備なので、まあ、タックル、スピード、で、あとはパスカット、テクニックといったようなところに1000ずつ入れたという想定ですね。うん。まあ、デバフ耐性つけるために入れるほどのものなのかといったようなところは若干疑問ですね。で、勝ち読みの値が、乗ったと。するとこのぐらいの値になります。まあそれでもそこまでっていったようなとこではあるんですけど、はい、まあ取れなくはないのかなと。まあただ問題なのは技ですね。まあパスに関しては今回絶妙なクロスっていうのがついてますけど、技威力415というところでそんなに高くはないです。まあ、肝心の守備の方ですけど、タックル、パスカットにおいて、まあ、浦部くんの一番高いやつで言うと、まあ、タックルは執念のスライディングタックルの S ですね。こちらが455。なので、まあ、タックルに関してはワンチャン、それなりの値出てます。まあ、ただ、パスカットですね。これ S パスカットはやはり強引なパスカットしかないので、まあ、355と。いうところはだいぶ厳しいのかなと
というところで、やはり守備としては厳しいのかなといったような感じですね。まあ、スタミナとかは多いんで、まあ、その辺はいいんですけど、まあ、デバフ体制をつけて翼のデバフ、まあ、中学生パだったらいいのかなといったような感じです。はい、というわけで今回の新キャラ3人見ていきました。はい、まあ、中学生パ揃える方であれば必要なキャラかなとは思うんですけど、まあ、自分は、まあ、今回はスルーさせていただこうかなと。まあ、ちょっと総田くんにもひどい思いさせられましたので、はい、いつもご視聴ありがとうございます。それでは。